新潟中央警察署の安全安心アンバサダーに任命されたのは、県の魅力を PR する新潟姉さんです。おなじみのとっくりの衣装を着て、県内でも被害が増えている詐欺への注意を呼びかけました。投資詐欺引っかかったあかんでって、もうパンパン PR していきたいと思います。新潟姉さんみたいに知名度のある人から儲かる話があるよとかね、言われたとしても絶対に信じないこと。県内では SNS 型の投資ロマンス詐欺が92件発生していて、被害額は11億3150万円に上ります。警察はマッチングアプリや SNS のメッセージ機能を通じた儲け話は信用しないよう注意を呼びかけています。